あれこれそこそこ美味しいのでは。これやばくない？ハウルの動く城じゃん。やば。タルタル、タルタンじゃん。え、やばくない？ハウルの動く城行こうぜ。これどうも、黒田さんです。今回は岩の上にね、全く動かなそうなハウルの城みたいな面白い巨体をね、見つけたんで、まあ、そこにね、レイドしに遊びに行こうと思っているんですが、まあ、多分ね、簡単にハウルの城はね、多分破壊できると思うので、まあ、メインは、麓にある拠点かなって思うんですけども、とりあえずね、ボートで向かっていきましょう。よし、行くか。まあ、この辺は、半やろ。行けるか？行けるか？いや、きつくない？おお、行ったわ。その隙間、入るんだね。どうすか？先生。まだ、了解。オッケーっすか。オッケー、行こう。よし、行くぞ。乗り込め。おい、これ。土道これ C4 じゃん、ここ。ピッ、ピッ。ピッピッ。おい、どっか行けるとこないかな。さて、いいね、扉行ったね。扉、あ、ちょっと待って待って待って、あ、結構行ったな、結構行ったな。あ、結構行ってる。しょったり怖え。いけるか。どう、結構いったんじゃない？天才。あ、なんか寝袋あんの。これどうどうどう。2ベンチ、まあそこをタンスでしょ多分。あ、そうだね、よろしく。まあそうなるわな。いや、こんなにロケットしたくねえけど。あ、間違った、燃焼弾撃っちゃった。仮装しちゃったわ。ちょっと久々のレイドすぎてぬぶってる。いろいろありそう。ん？なんだこれ、なんか変わった形してる。ちょ、まだ燃えてんだよな。もう大丈夫か。灯火か。あー、炭素やな。ボルワークとか入ってる。あ、炸裂入ってんじゃん。すげえ微妙。た、
そこの装甲板のとこが本拠なのかな。いてててて、いたー。どう思う？あの正面のとこ本拠なのかな。ああ抜くか、行くか。これバンカーでしょ。これバンカーじゃん。これ装甲板じゃね？装甲板あるよ。これこれ上からはきつくない？うん、横からだよね、行くんだったら。いや、この三角じゃない？無難にね。あー、四角？そこか。どこ？あーそこか。あーいいねいいね。うん、ここ行くか。はい、ってことでね、あの拠点の周りぐるぐるして何やってんのって、あの思う、あのラストね、未プレイの方のために今回のね作戦を説明していこうと思います。今回のあのハウルの城とか小さな拠点であれば何も考えずにね、あの適当にロケットを撃っても全然レイドって成功するんですけども、中規模以上になってくると、ロケットのね、弾数とかに、限りがある場合は、段数から計算して、目的を達成できるか判断しないといけないわけなんですよ。で、レイドというのはね、大きく分けて、オフラインレイド、まあ、空き巣とオンラインレイド、まあ、強盗の2つに分けられるのですが、まあ、どちらにせよ、この TC、通路カップボードとか、弾数とか、呼ばれるものをね、この拠点の核をね、奪えれば、ベストなわけなんですよ。まあ、硫黄とかね、スクラップ、まあ、なんていうんですかね、お金みたいなもんですかね。これ取られるのも相当痛いんですけども、TC を取られてしまうと、まあ、家を失うんで、お金がなくても家があればね、最悪どうにかなるんで、まあ、TC を取られるのが一番痛いなっていうのがね、僕たちの考えなんですけども、なのでね、拠点を建てるときは、大体の人はね、この TC を取られないために、試行錯誤して設置するわけなんですよ。で、石の壁。この石の壁にはロケットが4発必要で、この鉄の壁にはロケットが8発必要で、この装甲板にはロケットで16発。だいたいね、約16発必要なんですよ。で、敵の拠点のね、形を見て、壁の枚数を計算して、ロケットの残弾数と相談してレイドするっていうのがね、まあ僕らがいつもやってるやつなんですけども、今回のね、この拠点なんですけども、下にある拠点ですね。このような形をしてまして、ベースとしては、まあ、大体このような、下から見るとね、土台の形はこういう形をしてまして、で、まあ、それの 3.5 階建てになるのかな。で、ここに、ここに扉がついてて、まあ、何枚扉がついてるかわかんないんですけど、まあ、この辺とかにね、屋根バンカーと呼ばれるものがついてて、まあ、どこに TC があるかなーって思ってて、で、今回なんですけども、僕らはこの拠点の入り口の、一番遠いとこじゃなくて、ここですね。ここのとこの、まあ、この辺を抜いていったら、この中ら辺に、中がどうなってるかは全然さっぱりわかんないんですけど、この辺の中に TC があるんじゃないかなっていう読みで、ロケットね、残弾数もギリギリなんですけども、まあ、抜いていこうかなっていう作戦になります。ってことで本編どうぞ。まあですよね。15発ある。ああ、いいな。1発あるからいいや。そこぶち抜こう。ああ、俺14発あるからいけるわ。ああ、でもだいぶやりやすくなった。あ、なんか上行ったな。あー、オッケーオッケー。ちょっと見てくるか。いい、さすがはしごの用意がいい。あれ、これなんか
あれ？なんかこの、ここおかしくね？良い気がする。あー、そうね。ただここの箱のアクセスがよくわからん。あー、でも向こうあれか？扉になってんのか。あれ？これさ、どういうこと？まあ、とりあえず引き続き抜けばいいか、ここ。行くわよ。行くわよ。行くわよ。ほい。ほい、ナイス。はーはは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 はやーば。ああ、そうだね。俺もそう思ったわ。そこだって、そこあれでしょ。鉄でしょ。あ、だめ。そこ抜いてもダメだ。そこ抜いてもあれだ。屋根だ、屋根。え、これバンカーとして機能してる？え、その向こう側になんかない？あ、これ、これ走行版ドアだ。これ、クリスさん、これ。これ、ここじゃね？もう一発だよね、確かに。あ、あ、なんか、あ、いや、臭いわ。あ、臭い臭い臭い。プンプン匂いするもん、これ。見てみ？発発？でもこれ、バンカーイズどこ？ちょ、見てくるね。うわー、なにこれ？すげえ！え、すごいすごい。うわ、なるほどね。あー、すごいわ。え、見たことない形してる。全然美味しくないんだけど、すごい。でもすごい勉強になったわ。全然美味しくないんだけど。何も入ってない。すごくないこれ。て、TC は。うわ、やばいやばい。なんかすごいどっか狙いしてる。うまいね。まあ、とて、とて、13ダメージ。あと13。待って待って、ここも走行場なんですが。あ、どこ？ああ、そうね。そこ4発でいいかもね。あ、そこ4枚いくか。そしたらどっちとも見れるでしょ、投稿版。あ、TC 出た。え？ TC 出たわ。終わった。あ、でも火薬利用がちょろっと出たけど。え、どういうこと？え、すごくね、逆に。なんか出てきた？うわぁ！鉄と？鉄と？わぁ、装備系だね。でもそんなに異様はない感じか。はい、ってことでね、今回のレイドだったんですけれども、まあ、報酬、まあ、異様とか、まあね、全然美味しくはなかったんですけども、まあ、拠点抜きっていうのはね、だいたい心理戦みたいなところもあるんで、今回ね、全然ね、こんなパターンもあんま見たことなかったんで、すごい勉強になったなってことでね、もう、ポジティブに考えればプラスだったのかなって思います。
ってことでね、この動画がね、良かったよとかね、面白かったよっていう人はね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。まあね、今後もね、どんどんレイドしていけたらなと思います。